山陽食品札幌一番プレミアムリッチ塩ラーメン、北海道産ホタテだし仕上げ3食パック、揚げ麺に液体呼び粉末スープがついています。麺は耳以上の角南麺で、表面は滑らかで輪郭は明快です。細さの割には重厚というか存在感がありますが、歯ごたえにやや鈍さを感じます。それでも普通版の札幌一番より若干引き締まっているように感じました。スープは濁った淡い黄色です。普通版にあった乾いて尖った香りや影を潜め、しっとりとしたホタテの旨味が強く出ています。セロリやカレーっぽい香りもなくなり、個性が薄れました。むしろチャルメラ塩味の上位版のようにも感じます。刺激が弱いです。個数が数えられるほどわずかにごまが入っていますが、ほとんど影響を及ぼしません。この点も普通版とは大きく異なります。液体スープによる質的向上は認めますが、普通版札幌一番の延長線上にはないように感じました。みんな大好きトントン。